そう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 。おお、いいじゃん。そうそうそう。上げすぎるぐらい上げてっていいんですよ。そう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 。とにかくしっかりフロントを高く、リアが当たったらトーンで落ちるんですよ。それを予測して。はい。うん。まあやり方は一緒。しっかりフロント立ち上げて、引き足が来た時に前にジャンプ、ウィリージャンプ。すごいね。自転車変わったらできることがめちゃ増えたね。まあタイヤ機がでかいけど、うん、勢いよく突っ込んでったらタイヤが半ぐらいの段差だったら登るけ。あとはもうちょいキコキコじゃん。うん、うまいうまい。ちゃんと足を合わせる、ウィリーしてって、ちゃんと引き足と、うん、あそこのヒットポイントをあっこに当たる前に利き足が来とって、バツ中できたらもう転がっていくんで、あっこに当たる、まあ、このペダル感覚、こんだけ回したらちょうど利き足が来る位置ですぐホットピンに入るっていうか、それが、うん、ちゃんと足を合わせるっていうのが課題になってます。こちらで、こちらの手と足、足取って足、足がちょうど、足さえ合えば、あとだと、フロントが乗った位置っていうか、その決めた位置に、ちゃんと、今のところ、7回目から6回目だな、引き足が来るように意識してやって、子供のうちはこのペダル感覚っていうか、その足を合わせる技術がないと、お願いします。しっかりウィリーして行きましょう。おお、もうできるね。じゃあウィリージャンプ、引っ掛けジャンプで、ほら、こう来て、ウィリー、これきっかけで、まあ、この辺まで飛ぶっていう、ここにちゃんと引き足を合わせて、うん、半年何言うだったか、どういうのやったか。いや、もう結構簡単に入れとって飛ぶはずやけど、ここに足合わせれる。でここに来た時にちょうど右足が来て、ここを登るところと引き足が来てちょっと止めるところが一緒だと、そこに合わせたらタイヤの反発でここまで止めるはずだ。そこに合わせとり、足を合わせる。普通に大人とギア比が違うけど、ちゃんとは自分のギア比にちゃんとここで。反対側から来てもいいよ。ここにちゃんと引き当てる。狙ったところに引き当てを合わせる。トラの場合は、合わせようかったらもうちょっと前から、もうちょっと前から、フロント当たるか当たらんかぐらいで、フロントアップしてると思います。ギアを軽いけどね。そう。踏むのと、あっこ乗り越えるのが同時にちゃんと合わせて、で、ここから足を合わせて、これはもう理屈じゃないけど、感覚がこう。ちゃんと突き足を合わせるっていうのが、これはもうこれは理屈じゃないけど、回転と進む距離感、今のジャストミートさせようかと思ったら、それはもう少し
前なんでフロント上げていくのが、トラの場合はね。だんだんようになる。あれがウィリージャンプで、本当はトラ、本当はこうしっかり立ち上げてディアブレーキをかける、ちゃんとディアブレーキかける、そしたら遠くに止めて、遠くからこうウィリリアチャクで止まる、ポン、そう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 、そんな感じ、そんな感じで、リアブレーキ、あーやばいと思ったらリアブレーキかけたら前落ちる、意外とあのギャップがあるけ、平地でウィリーするよりも立たせるイメージじゃないと、足場当たったらフロント落ちてくるで、これ確実にここ通過するときに、ほら、ちゃんと利き足が前に来るように距離感分かったです、それが分かっとったら段差折りもできるはずです、ここでトラの悪い例を説明します。トラの悪い例は、ここからもう前に折るから、前に折ってせーので交渉です、これじゃこれとこれはダメです。もうできないポイントだね。これじゃあのいいトラ、ちょっと聞いてよ。トラはもう最初から前荷重なんで、前荷重によってここからこう前に寄ってこうじゃなくて、ここからできるポイント。ここから後ろ荷重です。出だしはスピードは後ろ荷重によってここから前に入っていく。そしたらすごいあの。助走が取れるっていうか、ためが作れるっていうか、前にトラはじゃけスタートが悪い、見てトラはもう、トラ聞いて、ここに寄ってスタートしよう、お父さんはここからここに寄ってここから行く、そこの違いで登れるか登れんかが出てくる、こう、うんうん、周りをちょっと軽くしてみました、どうですか使った感じは、まあなんとなくやりやすくなった気がする。そっか。で、まあリンクガードをつけてで、リンクガード反対側だけどここ黄色の、ここの下のこれがアンダーガード、いいんかもしれんけど、あの銀色の部分になっとってこれね、少し、意外と丸い丸い。まあまあ今日の課題は、あの初心者向けのキコキコ段差登りです、これをちょっと横から見たら分かりやすいけど、トラジオ先生お願いします、これはあの助走が取れない時にだけ、一応公共物なんであの傷をつけんようにちょっとタオルを巻いて、うん、で、ここの助走なしで、そうじゃね、ハブちょっと高め、このまま突っ込むとアンダーガードが当たるか当たらんかぐらいの高さで、うん、ちょっとしっかり体を動かさんと助走がない場合は難しいです。だから3つのアクションです、まずはボディアクションで上げます。ただ反対側でやってくれ。ごめんね。まずはしっかりブレーキをかけた状態でボディアクションで上げます。で上がり出したら釘入れます。で乗った瞬間ペダルを戻します。で踏んで、でジャンプ。ジャンプして、あとは送り出すんだね、はい、下に乗るときはブレーキ、はい、あの基本的にボディアクションのフロントアップと、そこからこぎ入れながらの、アクションと、最後にオットピンと同じ動き、ちょっとこいで前に、アクションピンする段階です、はい、じゃあできるかな、できるかな、できるといい、上げながら頭を入れて帰る、頭を入れる、
1回目。フロントアップをしっかりギアロックさせて、最初の10センチは漕がないで、上がってきたら漕ぎる。そこからこう、そうそうそう、リアブレーキ、リアブレーキ、リアブレーキかけたら止まる。おっと、いや、あの、フロント乗ったらもうちょい戻して、戻して組み入れてじゃん。乗ったらちょっと利き足戻す。フロント乗った時にちょっと利き足戻しちゃう。ちょっとこぎじゃん。ちょっそう、うん、やっぱ戻せたら登れるんだ。おっしゃ、うん、必要最低限のあれで、ただバタバタしすぎない。こう落ち着いてゆっくりこう、そーっと踏んで、そう、で必要最低限でここでね、ここでそーっと踏んで、こう腕で膝を柔らかく使って、でこうして柔らかく猫足タッチ。止まれるんだったら止まれ。止まれるところがあるの。このゆらゆらしたに止まってやって。でこう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。コメントも役立っているのでぜひコメントを言ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。